最後、ルッと来ちゃいましたけど。はい、おはようございます。アセアメンタルクリニックの院長マスティスケです。本日は、虐待ですね。え、あと、いじめの特徴と治療というテーマでお話ししようと思います。えー、虐待とかですね、あの、いじめって結構、 まあ社会的な問題というかですね皆さん興味がある話題なんじゃないかなと思いますね、えー、やはりこのチャンネルを見てる方でそういう辛い経験をされた方はですね珍しくないんじゃないかなと思いますで今回はじゃあ虐待とかいじめってなんで悪いのとかどういう治療をしていけばいいのっていう話をですねまあしようかなと思いますいやこれはですね あのまあ忖度なくですね正直なことを言おうと思います結構苦しい話になると思うんですけれども、えー、ちょっとですね今日辛い話するのでもしですね今調子が悪い方この話聞けちょっと怖い話あの辛い話聞きたくないなって方は今のうちにですねあのチャンネル閉じてくださいねはい閉じてまた後日見てもらえたらなと思いますはい えっとですねま,あまず虐待とかいじめですねはどう,いう特徴どういう特徴があるのかどういうふうな脳への影響があるかというのを説明しますだから高スストレスなんですよねだから高ストレスなものっていうのは虐待とはいじめとは何かっていうと高ストレスストレスっていうこと。 で炎症みたいな形で捉えられることが多いです。だからストレスを感じている時っていうのは脳内で炎症反応が起きているというふうに言われていて、まあ,あの炎症っていうのは結構幅広く見られる状況なんですよ。えー、例えば普通に感染するとかね、風邪をひくとか、体がねあの 熱が出るとかがん、ね、があるとか、えー、怪我をするとかでも炎症反応って起きるんですけれどもやはりあのストレスっていうのは炎症反応を起こしますでこのストレス反応が、えー、炎症反応があの長期に続くとですねやはり脳に影響があるってことですね、はい、では具体的にどうかっていうとですねあのその脳への影響っていうのはいつから始まってるかっていうとですね胎児 だから母親のストレスからですね、母親が感じるストレスの時から、子供の脳に、子供の脳に影響があるというふうなことが、えー、動物実験、ラット実験、および人間でもですね、確認取れてます。だから、えー、胎児から生まれて0、零歳生まれますよね。お腹が出てくるよと。で、大体ですね。あの二十五歳ぐらいまでは、脳の成長って続くんですよ。だから、僕は二十五歳になってからですね。もうだいぶ経ってきたんですけど、十年以上経ってますけど。まああの 完成してからようや15年ぐらいそろそろ経ちますけどで、えー、だから25ぐらいまではやっぱりまだあの未完成って感じなんですねで10歳からまあ20歳ぐらいをまあ報酬系が結構活発化される時期、まあ、いわゆる思春期プラスアルファって感じですけれどこの時期はあの報酬系の影響をすごく受け報酬系がですねすごく育つ時期であのドパミンとかに支配されやすいんですよ。だからら楽しいいことを止められないですね 報酬系の影響とか報酬系が一気に育つ時なんです、ね、でここで一気に育ってあのここが優位なんだけれどもだんだん年を取るにつれてですね理性の方が理性の成長がこうなんていうのかなえー、勝ってくるって感じなんですよね。この強さっていうとイメージとしては。 だんだんこの理性っていうのは最初は弱いんだけれども年を取るにつれて理性我慢強くなっていくっていうのが分かってる理性というか大脳皮質の力です、ね、でだから脳みそっていうのは生まれてからですね生まれる前から25歳ぐらいまでは成長してるよとそして成長のやり方っていうのはいろいろあるんですけれどもあの、えー、思春期 前までの成長と思春期に入ってからの成長ではまたちょっと毛色が違うよってことですねでここら辺の時期は報酬系の影響をすごく受ける報酬系が強く働くので危ないことをしたりとかですね、えー、やりがちですでこの例えばですね初期といっても初期がすごくこう脳を大きくする時期なんですよだから超成長期ですねここがまず脳においては。 超重要なな成長期なんですけれどもここでやはりあのストレスとか虐待とかがあるとですねあの将来的なうつ病になる可能性が上がってしまいますうつ病その他の病気になる可能性が。それはあの分かっていてでかつですねあの潜伏してたりするんですね。だからその当時はその 状態があったりとか、その海馬とかにのね成長が遅かったりとかしたときに、えー、それが病気とか異常としては捉えられてないんだけども、大人になってからですね、うつ病の発症率とかに関わってきたりしているといういうことが分かってる。でここですね。だからここの時にすごいお酒を飲んじゃうとか、若者のうちにお酒を飲んじゃうギャンブルとかしちゃうとかするとですね、やはり報酬系が敏感のときなので、依存症への発展が大きいんですね。であと。 統合失調症とかそういうものの可能性っていうのも上がるんじゃないかみたいなことを言われてますね。はい、で当然依存症はうつ病の発生も多くなるので、えー、関係してるよということです。だからここで問題が起きてじゃあ20歳とか22歳とかの段階ですぐ依存症になるんですかっていうとそういうわけじゃなくてそれも潜伏的に、えー、進行しある段階で依存症として発症するってことがある依存症になりやすい脳になってしまうってことがあります。あとはこの えー、25歳までの時にですねやはりストレスを感じると、えー、複雑性 PTSD の問題とかですね、えー、発達障害ですね発達障害の問題とかパーソナリティリディソーダーのリスクが上がるとかは分かっていますねだからやはりあの成長過程においてその高ストレス反応にさらされるということは、えー、あのやはりなかなかリスクなんですよ。 だから虐待を受けるとかですねいじめに遭うとかですね教育格差の問題で悩むとか健康格差と呼ばれるようなことにもなるということですね十分な愛情を受けられないネグレクトのようなことになってしまうとやはりあのストレスが強くてあの脳の成長に何かしら影響があるってことはもう分かっているってことですねじゃあそうは言うけれど全員がなるわけじゃないでしょとか言われそうなんですけれどもまあ確かにそ,れその通りでやはりあの人間っていうのは遺伝子プラス環境 教育によってその脳っていうのは出来上がっていくのであの単純にこの幼少期からのストレス反応だけで脳が出来上がるわけではないんだけれども、えー、割と大きいファクターではあったりしますね。はい、で、いう投稿なんですよ。 大丈夫ですかねこの話 <laughs> なんかすごく悲しい話になりそうですけれども結構あのそれは分かってますねだからあの社会的な介入とか、えー、貧困の問題とかを解決していかなきゃいけないし個人の え能力とか個人の問題じゃないんですよね。だからなんか気がついたらお前の責任だろう自分で頑張れとか言われるけれども、18歳なんだからしっかりしろとか言われるんだけれども、そうじゃないんだよね。やっぱり遺伝子とか育て方とか、えー、このストレス反応とかで自我が出来上がっていくので、本当に自分の自由意志ってどこまでなのかっていうのはよく思いますね。なんから僕ら僕らは精神科医っていうのはまあ脳をですねあの機械というかですね生物学的な機械と考えて。 えることが多い立場なので、なおなおですね本人の意思じゃないのになっていう気にはなりますね。うん。うん ということです、ね、あとはまあ,あのもちろんですね最初で決まるわけじゃなくてその後の育て方によってですね病気の発症率が発症具合が変わるとかいろいろありますし子供の時は発達障害と診断されていても大人になってからそう診断されないとかそういうのも全然ありますから、えー、脳っていいううのはその補う力も強いんですねだから一度傷ついても回復するとか回復できなくても他の能力でそれを補うという力も強いので本当にそう何て言うのかねいろんなことができる臓器なんですよ。 いろんなことができる臓器なので、えーまあ、あの全然大丈夫なんだけれどもだんだん傷っていうのはあの決してですねあの残らなくなるってことではないですよということですね。はいでは治療っていうのはどうするのかっていう,言うんですけどもこれは社会的な要素とかその時の環境とかいろんなものに合わせてやりますだから時代の変化に合わせてですね治療法正しい治療法とかは変わってきますね。だからこれめちゃむずいんでですよで あのどういう治療法がいいのかなっていうとその人個人に合わせた今の困りごとを一個ずつカスタマイズして治療していくってことになっていくんだけれども今回動画を撮るにあたってですねどういうふういに説明しようかなと思ったんですよねうんなかなかそのどうしてあげたらいいんだろうってことがうまく言えなくてですねちょっと悩みましたね。で あの本を書いたんですよ。そういうことで。で、親の、親を憎まなくなる方法っていう本を書いたので。あの、まずそれを角川さんから出ますので、ちょっとあの概要欄にリンク貼ってますけど。それを読んでもらってですね。子供の時の記憶とか、その時の思いというのを。リメイク、あのリライトしてもらう。ことが重要かなと思います。リライトして、記憶をリライトして。あの。認知を変えていく。認知。 認知とか考え方を変えていくっていうのがまあオーソドックスなスタイルですねはい、治療としてはただあのー、もうちょっと重要なことは何かっていうとですね、あのー、やはり僕もう一回読んだんですけどタコピーの現在っていうあの漫画賞になったねやつをもう一回読んだんですけどあのー。 ここの中にはでですすね治療者が出てこないんですよだから精神科医って存在出てこないし虐待を受けている子どもたちのやつはね学校の先生も出てこない大人が不在の中ですね自分たちで治さなきゃいけないっていう形でなんかこう治療的ななな漫画じゃないなと思ったんですよ、ね、だから子どもだけで治せっていう形でなんかそこがすごく僕はネックだったんだけれどもだからもうちょっとな頼ってほしいなとか思ったんですけれどもまあ、あの仕方がないですねそれだけ僕らは認知低いですから。でも ここの中であの治っていく中でやっぱり重要なポイントは何かっていうとやっぱり孤独ではな,かないってことを伝え続けたってことなんじゃないかなと思うんですよねタコピーが。だから虐待を受けてる子供あのいじめにあけてる子っていう子は孤独なんですよね。で一人じゃない一人,人じゃないかとか自分のことを理解してくれる人助けてくれる人、えー、は1 誰もいないいんじゃななかぜなら一番あの理解してくれるはずの親がそもそもも理解してくれないからだと、うん、で親が理解してくれないなら学校の先生や友達が絶対理解してくれるわけがない事実してくれてないじゃないかっていうことを思うわけですよね。うん、まあそうだなとか思いますけどでも本当はそうじゃなくてそのたま親が悪かっただけであって他の人はすごくこうサポーティブだったりすることもあるし、えー、親はただ発達障害とかそういう何かしらの問題があって。 あるがゆえにその気持ちをね共感してあげられなかったかもしれないしいろんなパターンがありますからねあのそういうことを理解してもらうのがまあいいのかなと思いましたただそれを今話した内容は中学生にとってはあまりにも難しいのでやっぱりあの僕の YouTube ってすごい大事なんだなと思いましたねいやそれはあのパンダ先生も言ってくれたんで他のねあの えー、心理師さんとか精神科の先生も僕のことを褒めていただいた点だと思うんですけれどもいやマスターはね頭悪いし才能ないかもしれないけど頑張ってるねって <laughs> 毎日やってるねっていうのはすごく褒めてくれるのであのやっぱり毎日やってる YouTube っていうのは何かしら孤独を緩和してるんじゃないかなというふうに思いましたねだからよくわかんないんですよまだまだわかんないことが多いし治療法って何かわかんないし彼らの傷がどういうものなのかこの時に受けたダメージがどういうふうに脳で表れているのか っってていいうのは分かってないんですよね社会的な要素も絡みますのでだから分かんないんだけれども逆にじゃあ何ができるんだろう自分たちが今できることは何なんだろう彼らの孤独感を癒すとかですね彼らの認知の歪みを正すためにはどうしたらいいんだろうということはあの思うとまああの。 ね、YouTube を見てもらえるとかあの頻繁に顔を合わせるとかですね一緒にいる一人じゃないよってことを言い続けるそして大人としてですねこれが大人なんだよ正しい大人っていうのはこういうことを考えてるんだよっていうことをロールモデルとして伝えていくってことだと思いますねそれは言葉とかそういうもんじゃなくて態度とかで息遣いとかそういう形でしか伝えていけないものだったりもするしそういうものを伝えるのがそもそも YouTube の本質だと思うので。 あの言葉とかではなく態度とか動きとかであの伝えていきたいなと思いますはいなんか最後うるっときちゃいましたけど、えー、ダメですねあの最近はちょっと疲れが溜まってますので今日はもう帰りますはい、えー、ということであの今回はあの虐待について解説してみました、はい、以上でこの動画がありますもしこの動画を見て良いと思ってくれた方はグッドボタンおよびチャンネル登録あとシェアの方よろしくお願いしますあと自自助助会会ですね自助会も、えー やってますのでもしね悩みがある方傷ついている方はあの一緒にですね考えていけたらなと思いますので入ってくださいあと k a d o k a 親の親を憎しむ親を憎むのをやめる方法という本を出しましたので、えー、もしよかったらそちらの方も購入検討お願いします。はい、ではいでまた